津川先生のその甲状腺がん罹患率、国際的なあれの、その特にですね、福島の現在の甲状腺検診のデータと既存のがん登録データを比較することは適切でないということで、僕は全く合意をします。ただ、そもそもですね、今、福島県でやっている甲状腺検査が当初の目的を達成できるのかっていう、ちょっと個人的に問いかけますと、例えば、プロトコールっていうペーパーが、ジャーナルエピデモロジーに出てますけど、小児甲状腺スクリーニングの目的は、このプロトコールのペーパーによると、早期発見、早期治療および長期のフォローアップを目的として、4、5年で影響が出てくるという報告があるので、3年間でベースラインを測定すると、そういう目的があるわけですよね。つまり二次予防による死亡率の低下、二次予防というのはがんを早期発見して早期治療すると。それからもう一つは、おそらく県民健康管理調査の一番皆さんが知りたがっている放射線影響の把握と、そういう2つの目的があると思うんですが、もちろんがん見つかって、それが患者さん、個別の患者さん見つかって、それが自然に出たものか放射線に出たものかってもちろん分からないですから、じゃあ人口レベルで疫学調査をしましょうと、そういうそこまでは正しいんですが、はっきり結論から言うと、現状のままの福島県の甲状腺検診を続けてもいずれも評価できないと私は思います。なぜならば、例えば今の基礎調査を罹患率をベースラインとして、時系列で罹患率の推移を見ても、例えば死亡率の変化が甲状腺検診によるものかわからない、それから罹患率の推移を放射線被曝に寄与することは非常に困難だと思います。なぜならそれは対象群がないからですね。甲状腺検診をした群としない群、それから放射線の影響を受けている地域とない地域というのは存在しないわけですね。で、津川先生おっしゃってましたが、唯一可能なのが環境省がやって4500人の甲状腺検診ですけども、いかんせんサンプルが少ないですから、がんをディテクトするまでのパワーがないという。じゃあもっとサンプルを増やして、他の地域、放射線の影響、被曝が少ないような、例えば西日本のような地域と大きいサンプルで、そういう比較試験、コホートを立ててやるべきかと。で、それは一つの手なんですが、ここでもトリックがあって、じゃあそれをやると、やはり先ほど津谷先生おっしゃった過剰診断ですね、過剰治療というのが出てくるわけですよね。で、そのリスクをどう考えるかと。で、津谷先生がまとめた資料の4の26って、僕素晴らしいと思ってましてですね、やはり今回の甲状腺のスクリーニングの本当の利益という、すなわち死亡や障害の予防効果があるかとかいうのも、もちろんそのエビデンスを取るためには、やはりその前後の比較っていうだけでは難しいということと、それからやっぱりその生検、バイオプシーとか手術の後遺症、合併症、あるいはホルモン補充療法しなきゃいけないわけですよね。で、傷も残るし、そうした精神的な負担、そうしたものもカウントした、もちろん費用もですよ、そうした対比用効果っていうのをきちんと精査しないと、このままですね、この甲状腺検査、今の状況、今の形で続けていることによって、本当にその検診の効果を評価できるか、あるいは放射線被曝の影響を評価できるかというと、僕は非常に疑問に思います、個人的には。なかなか難しい問題ですけどね。当然、もうその暴露評価の、今データ出てましたけれども、暴露評価のデータを、今までの過去の、容量反応関係と当てはめて考えると、おそらく甲状腺がんのリスクが非常に、ある程度大きく、リスクが大きくなるであろうという集団というのが、非常に小さい集団であろうことから、それを検出するということをやろうとすると、もう、ほとんど、難しい、検出はできないとは基本的には、思います。ですから、やはり、そうですね、だからそれは、で、逆にもうほとんど暴露がもうほとんど暴露評価から考えて、やはりリスクがないという人に対して、調査だったら、いいのかもしれませんけれども、何回やっぱり調査、こういうことを検査するということは、それにもたらされ起こる不利益ということも、やはりよく考えてやらないと、それをやって得られる利益が、ほとんどないにもかかわらず、あまりにも多くの人に不利益を与えるというようなことが起これば、それはあまり、要するにこういう事業としてはいいものではないと思います。ポイントとしては、やはりその放射線の影響を科学的に評価するのは非常に難しいですよね、今のスタディデザインじゃ。それから、
やはり過剰診断の可能性によって逆に安心を与えるつもりが不安とか不信感を招いてしまったと、そういう現状をこの甲状検査っていうのは逆に僕は示していると思っていて、じゃあその甲状検査をこのまま続けるべきなのか、あるいはもう今のベースラインというものは逆に過剰診断のリフレクションであって、むしろあのがん登録法っていうのが今年から施行されましたし、福島県もこれからがん登録が始まりますから、じゃあ既存のねいい他の地域のがん登録と福島県のがん登録をあの今の状況であえて検診というものによって過剰診断を招くというよりは、そのがん登録を使って比較していくっていう方法も考えうるんではないかというふうには個人的には思うんですけど、やっぱりそういう問題はいずれは出てくるだろうと思うんですけども、まあ、確かに今の福島の県の調査で放射線との関連性を見つけるのは難しいだろうと思うんですね。放射線 の事故との関連性をね、いや私が言っているのは今のスタディデザインでは難しいでしょう。難しいです。でも別のやり方をやれば、それをテストすることができるんじゃないですか。ここに今日持ってきたんですが、一番新しいジャーナルオブペディアトリックスにですね、載ってるんですね。子どもの甲状腺の要するに結節は早めに見つけて、アーリーディテクションがいいってこう書いてあるんですよ。そういうペーパーもあるんですよ。これまたお渡しするんですけど。いや、例えばですよ、甲状腺の日本がん治療学会のガイドラインでは、例えば1センチメートル以下のね、そのウェブサイトありますけど、例えばこれも見つけたら手術するかしないかに関しては非常に小児ですね、チャイルドフッドとアダルトとちょっとそこがいろいろちょっと違うんだろうと思いますね。どうぞどうぞ。鈴木先生お願いします。甲状腺の専門家として大きなミスリーディングがならないようにお伝えしたいんですけど、まず、我々がこういうことを始めるにあたって、一番これはもう津和田先生がおっしゃっているのは、甲状腺に過剰し甲状腺の、検診を行う とアウトカムとして生存率を向上させるという意味であれば、何のメリットもないというのは知られているということで、日本の甲状腺の認証化はそれを非常に戒めてスクリーニングはしないというのが一般的です。で、今回は子どもの放射線の影響、スタディデデザインとおっしゃるんですけど、それはまた別のところで議論があるかと思いますけど、子どもの、に対する福島県の子どもたちの放射線の影響をの不安を解消するために長くにわたって見守るということで、これは生存率を向上させるとか、そういうことではないということが一つと、あと先ほど西先生がおっしゃったように、我々はこれ根こそぎ取ってるわけじゃなくて、一定の基準を持ってそういう、弊害をするために、経過を見て、また5ミリ以下は見ないということで経過観察して、そういうのは、もう一つは、今まさにこういう話をしてますけど、ついこの間までは逆に A2 判定、濃厚は我々2年後で十分なほど、ほとんどは良性で2年で間に合います。そのくらい何ですが、ゆっくり育つのに陽性のものもっと育つ。それでも福島や日本中の人、ここにいる人もそうかもしれませんけど、急いでトラウト取るべきだ、いや急いでもっと短い間隔で検診すべきだというのを皆さんがおっしゃっている中で、やっと今、A2 の方は皆さんご理解がなんかできて、今の一定の基準であるということで極めて、清水先生もご理解していただきたいと思います。日本の専門家が同じ基準をして、合併症の極めて少ない方でやって、やはり必要のないものは今その間に入っています。小さいものでもリンパ節転移があると、反対神経、これが要するに、統計上は出ないんですけど、先ほど言った生存率に影響をしないですけど、ちょっと大きくなると声が出なくなる可能性、手術合併症が非常に高くなるという、そういう QOL を落とすバイアスが相当ありますので、そういうことも今後は検討に入れなければいけない。すみません、2つ今先生のご発言で、1つ目はその要するに過剰診断は予想されてたと、それから死亡率の低下云々に関することではなくて、とにかく子どもたちの超音波検査をしなきゃいけない、それがプライマリーオブジェクティブだとおっしゃいましたけど、それって逆じゃないですか。だって検診の目的ははっきりしないので、なんでその検診の目的というのは死亡率を下げることですよね。でそれが逆にそこが大きな間違いだと思うんですけど、ですから福島医大の検診は検査の件を使ってます、健康診断で
いや言葉はそれどうでもいいんですけど、ただ今の、いや今の、いや、しかしじゃあ、この今のじゃあ、帳場検査のじゃあ目的は何なんですか。もう一回聞きますけど。スタディデザイン化割りって言いましたけど、そうじゃなくて、これから会津地方も、会津地方の今、データを全く取得してない、考慮してない時期で、今、中間報告で話してる中ですけど、会津地方は極めて戦況が低い中で、どのぐらいの頻度があるかということで、今後もそれが長きにわたって見守っていく中の、診断率ですか。そちらの方に先生の仮説は何ですか。その要するに個人レベルの動図と将来のその甲状腺がん発罹患率っていうのが何らかの動図レスポンスリレーションシップがあるということが仮説なわけですか。急激な増加がこれからかないかというか、先生 今の大きな理論の飛躍が今放射線の発生がある時期でもない時期のものを議論してますけど、これから放射線の影響でがんが急増するようなグループがある場合に、そこと比較というのが必要なので、今まで全くやられてなかった調査を今やっているということは。で、それを福島県内のデータでこう推移を見るだけなわけですよね、要するに。今の状況的にはどうですか。だから出発点はですね、私の考えでは、県民の子どもさんを持つ親御さんとか県民の不安がものすごいありましたので、それでまずやろうというのが僕は出発点だと思うんですよ。これも正しかったと思うんですよ。それでこういうデータが出てきたから、今度はいろいろなことをやろう、まあ次に進む道をやる、まあこのままでいいとも思いませんから、どっかでね、おそらく出発点はそうだったと思うんですよ。だからもう出発点のことを先生おっしゃられたらですね、もう違います。いや、出発点のことじゃなくて、もう走っちゃったので、じゃあ今のこの段階で今のままでいいのかどうか。だから今後そういう検討は必要だと思うんですよ。出発点は僕は思いかったと思います。ちょっとよろしいですかね。私ちょっと司会の立場であんまり偏ったこと言いたくないんですけど、ちょっと司会から離れてねって、ちょっと私の意見もちょっと言わせていただきたいんですけども、もうチェルノブイリの検診に行って十何年も経つんですけども、こういう患者さんを見ました。何人か見てるんですけど、5歳か6歳ぐらいの女の子で大きな傷があって、真ん中に気管切開の穴が開いてます。でこれはもう生きてます。これずっと生き、この子は生きると思いますね、生涯。ただ声は出ない、お風呂も入れない、みんなと楽しくお話もできない。これ何が起こったかっていうと、両側の反回神経が損傷されてる。なぜ損傷されてるかは分かりませんけれども、アクシデンタリーに取っちゃって傷つけたか、あるいは両合併切除せざるを得ないぐらいの診断になっていた時期、進行してたのか、これ分かりません。でも両側の反回神経が起きて、麻痺が起きてることは確かである。これはもっと早く見つけてればそういうことはないんです。で健康診断の過剰診断か、過剰診断なんて、利益か不利益かっていうことは、それはですね、なかなか難しい。僕もいつも考えながら手術すべきか、1センチ以下の胃腸がんですよね。で位置的に同じ1センチでも、神経の近くにある1センチと気管の前に1センチ、甲状腺の中に漏れてる1センチと気管の前にあってくっついてる1センチとは違うんです。手術すべきか、あるいは経過見られるべきかの大きな違いがあるんで、たかが1センチ、ただ1センチ以下だから全て経過を見るんじゃなくて、その位置によっても違うと。だから一例一例検討しなくちゃいけないと思うんですね。もう一つは、ほとんどの患者さんは行きます。1センチ以下の患者さん、腫瘍の患者さんを経過を見ても生命の予後に影響ないという方は多いんですけども、中にはこの腫瘍の生物学的ビヘビアといいますか、将来大きくなってきて転移を起こす、あるいは低分化型になる、あるいはもっともっと大きくなってきてから、年齢を増してきてから未分化型に転化する、これは生命に関わる問題ですね。でそれは本当に100人に1人、1000人に1人、1万人に1人かもしれません。でそれは医学的には 0.1%、 0.01% だということで、あんまり問題とされないかもしれませんけども、その患者さんにとっては 100% 命に関わるもので、それを考えるとですね、
もちろんクオリティオブライフも大事ですけれども、生命の予後ということも少しは考えてあげながら対応すべきだと。一例一例僕は一人一人 の患者さんの腫瘍の場所、あるいは慎重に見た結果、大きくなり方が早くなるかどうかとか、リンパ節転移が起きるかどうかとか、そういうことを見ながら経過を見る。だから検診って僕は大事だというふうに思うんですけど、ね。はい、臨床の先生がそうおっしゃる気持ちは非常によく分かって、全く正論だと思うんですけど、ただ要するにもう少し冷静に考えると、そのもしその人が診断されなかったら、見つからなかったらどうなったかっていう、そのシナリオをやっぱりもう一つ描かないと、見つかった、早く見つかったらもうみんな早く小さな手術で QOL が高まってもまあ治りますけれども、そうじゃないシナリオもあるってことが、やっぱりランダム化比較試験っていって、やるそういう研修やるグループとそうじゃないグループをきちっと科学的に設定した上で、今まで数多く、これは要するに20歳未満の甲状腺がんに関してはないです、治験は。これはないですけれども、そうじゃない検診に関しては、今まで世界中でそういうセッティングで検診をされた結果、明らかに過剰診断があるということはもう科学的に明らかになっているので、そういう理論はやっぱり必ずしも通じないと思います。ただ、がんと診断ついた限りは、頻繁な検査じゃなくても、1年、2年に一度は見てあげて、でどういうふうになっていくかということは、やってることは悪いことじゃないかなというふうに思います。甲状腺がんそのものの、過剰診療のことは、津金先生 のご説明の通りだと思います。ただ、私たちは今、福島にいるんですね。この事故があったという現実を踏まえて、しかも最初の議題のところから、初期被曝の現実、実情もまだまだ十分に正確に把握しきれてない、今の現状、また、ほぼ3年前の、時点ではもっともっと分からなかった時点、その時 の現状を踏まえてですね、やはり、今後、甲状腺への影響がどのくらい出るかが十分には予測できないもとでは、やはり対象 の県民に対して、特に子どもたちに対して検査をしていかなければいけないということは、これは県民の気持ちの上からも、また、科学的な判断の上からも、妥当だと思います。ただ、それを、非常にこう、ある仮説に基づいて、その仮説を証明するための研究デザインというその視点から見ると、現時点 のデザインでも十分とは言えないところはあります。ただそれについてもですね、今後その被曝の、初期被曝 の実態がより正確に分かってきた段階で、それとの照合も踏まえてデザイン自体を今後検討し直すということは、それはそれは誰でも理解できて、県民にも受け入れられることだと思います。ただ、現時点でのこの検査、検診の検査ですね、この、デザインについては、これは十分理由があって行われているというふうに私は考えます。あくまでも要するに今回参考として、科学の現状というか、エビデンスの現状というものをあくまでも今回はお示しただけであって、今回のこの調査とのリンクに関しては、一切私は今回の場合は特にリンクさせてないということだけは言っておきたいと思います。福島県の方として非常にご苦労されながらされているなとは思うんですけれども、先ほど鈴木先生の方でご発言されたことでちょっと確認したいんですけど、今のような議論を受けて、現在の分に関してはそのコントロールとして、その会津地域なんかを内部コントロールとして持って今後評価する方向を考えたいっていうふうにお考えなんでしょうか。県内の専用の人々の会議がございますから、これから今後はやはり、それぞれの線量というのは非常に重要です。それに関連してもう一つは、やっぱり
今の現状としてやっぱり検討して、この検診はフォローするような体制で継続していくという状況なんだと思うんですけれども、今月末まで先行検査が終わって、来年度から本格検査になるということですけれども、その本格検査に同じ対象の人たちをやっていった場合に、今の仮説としてどういう状況であれば増えてないという、これだけ先に、オーバーダイアグノーシスのことも含めて拾い出しているという中で、今度どういう数値になってきたらどう判断するのかということは先にメッセージある程度出していった方がいいと思うんですけれども、そこはもうすでにシミュレーションしてるんですけど、まず最初のハーベストコート化がこれだけありますから、この後そして同じような受診率を保てるかということもありますし、あとはその人たちが見てる中で刑事的に年齢が上がります。年齢が上がると通常の自然発生がんが増えることがありますので、そういうことを全て私前以前から気になっていることが一つもありまして、それはチェルノブイリの原発の後に4年後から増えたとっていう事実があるわけですけども、果たして事故が起こった後に甲状腺がんがこれから子どもが増えるぞというふうに何人の人が思ってたかですよね。ですから本当に事故直後からずっと調べた結果4年後から増えたのか、あるいは増えてきて甲状腺がんがしこりとして見つかったのが4年後で、4年後から増えて見つかったの増える、先ほどちょっとお話がありましたけども、触診できるのは1センチとか 1.5 センチになってくるわけなので、そこまで4年ぐらいかかる可能性もあるわけですよね。0、1ミリ、2ミリから。その最初の3年間は果たしてどんな検査が行われてたのかということは、ぜひ疫学的な立場の先生方も含めにを中心にですね、これから先何回かにわたって検証していく必要があるかなと思うんですね。それが結局この福島原発の後、今もう3年経ちますけども、少しずつ見つかってきて、大きいのこれ3センチ4センチなのはもう明らかに前、3年前以上前からあったのがあったと思うんですけども、例えば2ミリ3ミリのが見つかった場合にそれはどうだったのかということも、果たして原発の影響なのかそうじゃなくないのかっていうことはなかなか難しい問題がまだ残されると思うんです。ちょっと申し訳ないなという思いはあるんですが、やはりそのオーバーダイアグノーシスの問題とかですね、そのなんていうんですかね、検診をすることによって、そういう、あれが変わるというようなことについての説明があまり十分でなくてですね、いろんな人たちから誤解を受けて不安を煽ってきた、煽ったというか不安を招いたということについては、やっぱりそのしっかりとしたその、科学的なそのデータを示しながら議論していって、その結果として理解が深まってくる。そして私はやっぱりその検診を受けなくなってしまうということを、こちらが検診をするにもかかわらず検診を受けなくなってしまうということについても私は一定の配慮が必要だろうというふうに思います。で、もう一つ観点としては、最初私が質問させていただいた、つまり本当に甲状腺にどのぐらいのその要素が取り込まれたのかというのは、今からはもう類推するしかないわけですが、そのデータがもっともっと精緻になってくれば、先ほど言ったその30何万人の中での比較ということがもしかしたら可能になるだろうし、それが放射線の影響があるかないかという科学的な最終的な結論がどうかとは別として、そういうデータがより精緻に揃ってくることが、やっぱりこの検査といいますか、この、健康審査のその最終的なですね、目的をやっぱり遠慮するというかいうことにつながると私は思っていまして、ですからそういう取り組みが今続いているという中で、先ほど春日先生がおっしゃったような、そうは言っても増えてるんだというような意見を述べる人たちのその意見というのについてもですね、どういうその考え方なのかというのは整理した上で発言をこれからもしていかなきゃいけないなと、私も座長として発言を求められ、放射線の影響があるのかどうかと聞かれるときに、いつもそれは今現時点での知見をもってすればわからないという前提のもとに考えにくいという発言をしてきていますけれども、そういう発言の仕方、あるいはその評価についても、いずれですね、その増えたという人たちの意見も含めて、しっかりとその発信していく必要もあるんだろうと思います。で、
石部先生のご意見その通りって思う部分もありますし、先ほどからの議論本当に聞かせていただいたというか、この部会を作らせていただいてこういう議論が進むということをこれからも期待をしたいと思います。ありがとうございました。